ゆめちゃん、十周生ようこそ。松永りあいちゃん、十周生ようこそ。その同期ができるってことが嬉しくって、でこれからいろんなことあると思うんですけど、突き進んで頑張っていきたいです。はい、私は、工藤さんで、研修生の時はやっぱり先輩の方だったんですけど、一緒に切磋琢磨して頑張っていきたいなって思います。なところでさまよっている情報なので、なんかすごい緊張と怖さがあります。はい、さっき発表されてまだドタバタしてたので全然実感が湧いてないんですけど、会ったら少しは実感が湧いてくるんじゃないかなって思います。ハロープロジェクトのコンサートの時も研修生にすごいフレンドリーに話しかけてくださるので、すごいフレンドリーな方たちなのかなって思ってます。私もそのハロープロジェクトのコンサートの時に、そのタコの T シャツを着てた時に、そのジュースジュースのメンバーさんからたくさんお声をかけていただいたのが印象的でした。最初に映像が壊れちゃったのかなって思ってびっくりしてたんですけど、そこで急にジュースジュースさんから咲いて言われて、とにかくすっごいびっくりしました。私もその画面がなんかトゥルルルってなんか早送りされちゃって、あ、これどうしようって思った時に、そのジュースジュースさんがその画面の中にいて、工藤ゆめちゃんって言った時は自分の名前は何だったのかちょっと思い出せなくなっちゃって、すごいびっくりしました。私の名前を覚えててくださってありがとうございます。本当に名前を覚えていただけるってことは本当に光栄なことなので、しっかり伝えたいです。ゆあいって呼んじゃう、ゆあいって読み間違えちゃう人が結構多いので、夢って呼んでくれたところがすごい嬉しかったです。時間わかんないですよね。うん、そうだよね。うん。見つけました。ありがとうございました。ありがとうございました。新体制のジュースジュースもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。